古谷駒平古谷駒平は日本の実業家。明治時代に南アフリカ共和国で日本雑貨と東洋古美術を扱う三角商会をケープタウンに開き、明治大正時代を通じてアフリカで最も成功した日本人と言われた。古谷が店を開いたケープタウンのアデレードおり、1897年茨城県筑波郡小田村で父、古谷貞次郎、 母、金の三男として生まれた。1887年に単身アメリカに渡り、サンフランシスコで白人の下働きの後、ハワイに移って、このルル市のホテル通りで雑貨店を営んでいたが、元牧師で税関の通訳をしていた、星名健一郎のアヘン密売に関わり、1896年、を開店。天命の帝は、アヘン事件で一緒に逮捕された一人が、 ハワイでミカドギャラリーを経営していたことからの借用と思われるが、ミカドという言葉自体は1885年のロンドンでのミカドの成功で神秘的な東洋を表す言葉として欧米人に馴染みがあった。アメリカで覚えた流暢な英語とちょうど勃発した第二次防和戦争によるにわか景気で古屋の店は大いに繁盛した。ミカド商店では化粧品、 コピー紙、製図紙、センス、石綿、電球などの雑貨品をはじめ、憲布、綿布、陶磁器、缶詰、美術品を日本から輸入するかたわら、羊毛、ダチョウの羽根、薬草を日本へ輸出した。1906年には、同郷の大塚徳一が、アフリカ入りして、営業を手伝い、大正時代には、鈴木平四郎、倉数正し、飯島高見、荒井雄二が勤務した。 次第にアジア人に対する差別がひどくなり、古谷は1909年の書簡の中でヨハネスブルグなどにも証券を広げる予定だったが、人種差別が非常に激しく諦めたと記している。英国政府は日本人商人の南アフリカへの入国を拒否し、古谷は第一次大戦が勃発した翌年、店を従業員に任せて帰国した。大阪朝日新聞によると、 南アフリカの日本人は激減し、日本人経営の店は、ケープタウンに飲食店が2軒あるのみで、ミカド会介も1917年には、ダーバンにあるのみと報じている。日本に帰った古屋は、1919年に、ノリタケで成功していた、森村一座衛門と50万円ずつを出資して、神戸に、ミカド合資株式会社を設立し、 ケープタウンにミカド貿易株式会社を設立した。その後、古谷は森村商事の横浜支店で事務を担当し、勤務中に関東大震災に見舞われ、従業員数人と共に亡くなった。去年55、古谷の死後、ミカド商会は、実質上、森村商事の参加に入り、派遣された森村の社員が経営にあたり、 古谷時代の従業員たちは後にそれぞれ独立した。第二次世界大戦の勃発直前までは森村昭治の高い聖吉が経営に当たっていたが、1942年に現地政府の日本人財産募集により閉店した。ハワイの法事新聞、ニップ時事の主筆、愛賀安太郎の回想録によると、古谷は英語がうまく、柔道の有段者。 豪胆で痛快な人物だったという、ありがとうございます。